まずね、1曲目はさっきね、西川春奈ちゃん同期の、ありがとう、かわいい、くもありがとうね、あの同期の西川春奈ちゃんにこの歌を歌ってほしいってお願いをされたっていうかしてくれたので、私はその歌を今から歌います。はい、あれ歌って、あれ、え、歌っちゃいますね、ありがとうね。では歌います、カラオケ。そう、春奈がねこの歌歌ってほしいって言ってくれて嬉しかった。嬉しいですね。じゃあ歌います。え、これさ、え、これさ、え、なんかめっちゃ久しぶり、これどうやってやるんですかねとか言っちゃって、多分これで合ってるかな。はい、接続が必要です。はい、歌うね、できてるかな。ありがとう皆さん、いっぱい来てくれて。では歌います。あ、あ、あ、あれ聞こえますか。人間関係得意な方法じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんな人がいたって、喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。国道の坂を登ればほとんどしてくる。人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ。愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ。友は波の音、青春なんて悩みばかり多くて、ふと気づけばうつむいて歩いてた。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう、誰かに打ち明ければいいけど、なぜだろう、恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね、知らぬ間に無理してるんだ。どこかで両手伸ばして深呼吸しようか。大人になってしまってもこの海を眺めていたい。そう、僕だけが知っている一番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっと反射する。僕の友達よ。ありがとうございます、皆さん、ありがとうね、ありがとうございます。なんかめっちゃ久しぶりに歌ってますこれありがとうございます皆さん。太陽が昇る時も太陽が沈む時も、僕らを見守るような瀬戸内の海よ。人生であと何回この海
眺めるだろう防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ友は波の音幸せとはどこに存在するのか手をかざせば誰にも見えてくるよありがとうございますえありがとうねみんなありがとうございますありがとうで春菜がさ感動って来ましたありがとうございますありがとうフォローもありがとうございます最高ってありがとうね嬉しいよパチパチありがとうでも時間がねないからさちょっとパンパンって行きたいなって思うんやけどでもえ何を歌ってほしいんやろみんなでも NGT のね曲もね歌いたくてうん、ありがとうあれうまいねってほんまに私うまいって思ったことない自分ありがとうねありがとう NNB さん NNB さんうん NNB さんね NNB さんじゃあ歌おうか息をする心いいよねおすごい STU さんのスタグ素敵な歌声だとありがとうね嬉しいですそう今日はねカラオケイヤホンがあったからね歌えるんです NNB さんか NNB さんが多いなあでもなんかこういう日なんかカラオケを決めてんカラオケする日を決めて今日はここのグループ今日はここのグループっていうのもありかもね確かにうんうんありかもそっちの方がいいかな。そっちの方がいいですか。だから今日は STU さん歌ったから STU さんの曲で歌ってる時の声は可愛いって。ああえこの声はあすいません。あじゃあ可愛く皆さん聞いていただきまして本当にありがとうございます。じゃあはいじゃあ息をする心いきますね。じゃあ今日は STU さんの曲を歌います。え、ある？じゃあ次は、じゃあ誰やねん。じゃあ次はどうしようかな。次のカラオケ配信は NGT48 を歌って、次が NNB48 さんを歌おうかな。では歌います。じゃあこれで最後にします。今日は音が聞こえない。ありがとうね嬉しいこれ大好き。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にななくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで
なくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと夜中にたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。ありがとうね。ありがとう。花束。ありがとう。ハートもありがとう。俺もありがとうね。生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。俺も ありがとうございました。終わります。カラオケ終わり。あら、うわっ、すごい戻った。ありがとうございました。ありがとうね、みんな。ありがとうございました。なんか今日ね、ごめんね、レッスン終わりで髪型がめっちゃボッサボサで、今日ね、聴いてほしい曲があって。ありがとうね、みんな聴いてくれて。また歌ってね。歌う。もうこの前ね、あの同期の松坂沙穂と磯崎奈々に、私前髪あのセンター分けしてる時あったじゃないですか。その時に「蜂割れかと思った」って言われて、めっちゃじわじわ来た。ありがとうね、聞いてくれてありがとうございました。昨日の公演でももちゃんと初めてお話をできてよかったです。ありがとうね、来てくれて。8割そうこうやって8割みたいになんか前髪があって、なんだもう、そう、ありがとう、聞いてくれて。ももちゃんはちいかわ見るの？え、でも私あのアニメは見たことないんですけど、アニメあ、見たことないんですけど、朝のあのテレビでやってるじゃないですか。だからそれは見たことある。あ、そう
その話をしようと思ってた。そう、マリナさんと昨日ね、あ、ごめんなさい、なんかカラオケの配信なのに全然なんか違う話になっちゃうんですけど、昨日の思い出いっぱい公演でね、私が行ってこうやってメイクをしてたんですよ。そしたらね、マリナさんが、私事前めっちゃ前じゃないな、何日か前にマリナさんに、いつか私とお揃いの髪型してほしいですって言ったんです。じゃあするねみたいな感じで言ってくださって、でいつしてくれるんかな、ウキウキみたいな感じで待ってたんですよ。そしたら昨日ね、私がメイクしてる時にマリナさんが来てくださって、今日ももちゃんと同じあの髪型していいって言ってくださって、逆にいいんですかって言って、でしていただきました。でお写真もね撮っていただいて、それと思い出いっぱい公演のあの MC でもね、私のねお名前をね挙げてくださって、話してくださって、めちゃくちゃ嬉しくて、もう昨日は本当にもう幸せすぎました。もう本当に嬉しかったんです。で私今ねロック画面がマリナさんとのツーショットをなんかコラージュ、なんか今まで撮ったやつをバーってね、なんかコラージュした待ち受けをしてるんですけど、それもマリナさんにあのなんて見せたらなんかマリナさんがもうすごい喜んでくださって、で写真も撮ってくれました。待ち受けの写真撮っていいって言って写真も撮ってくれて、もう本当に嬉しくて、もうなんかすっごい幸せでした昨日は。マリナさん本当にありがとうございました。なんかもう大好きです。私昨日のお見送りでマリナさんにおもちゃ欲しいなったのって聞かれた。結局どうなんですか、私推しになってくれたんですか。そう、こんばんは、ありがとうね、来てくれてありがとうね。そのめっちゃ喜んでたよ。嬉しい、私も嬉しいです、ありがとうねハート。そうなんですよ。でもね、あの見習うところはね、本当に見習う、なんて言うんですかね、やっぱもう私もメンバーになったわけなので、なんて言うんですか、ファンと推しとファンっていうねことはダメなので、私もねあのアイドルとしてね、マリナさんのあのことをね、なんかなんて言うんですかね、見てたくさんねお勉強して見習わせていただきたいなって思いました。顔認証、そう顔認証ね、顔認証私すっごい顔認証楽しくて、そう顔認証の時もみんなね声かけてくださって、兵庫県の子とか、多分私のことを多分会うの初めての方でもなんて言うんですか、あの兵庫県の子って言ってくださって、本当にありがとうございます皆さん、いつもいつも。昨日はありがとう、ありがとうね、時間、そう時間ね、早い時間、あ10時になってもたから切りますね、すいません。ということでスクショタイムをします。ごめんね、今日ほんまにごめんね、髪型がモンポーズ、ありがとうね。ということで本日も皆さん来てくださってありがとうございました。またねカラオケ配信絶対するので、皆さんよかったら来てね。次はね NGT48 の曲を歌います。それでは以上 NGT48 ヤンキー研究生のももちゃんこと奥村ももかでした。バイバーイ。バイバイ、おやすみ、暖かくして寝てね、バイバイ。